それに対して東南アジアで本格的な稲作を始めたであろうと思われる文化を示しております。この頃磨いて作る石器がたくさん生まれ、それから使われ、それから土器も使うようになっております。それから貝を使った稲を収穫する道具も見つかっております。おそらく今から4000年前の頃にこのような文化を見ますと、中国の南方の地域と大変密接な関係を持ちながら米作り稲作を始めたものと推定することができます。